パパの撮影してくれる人。はい。ウィークエンドハウスの沢口優斗です。よろしくお願いします。食育、それは食について学び育むこと。しかし、食物アレルギーがある子どもに寄り添った食育はないのか。そんな疑問から今回の一皿に思いを込めました。アレルギーの子がワクワクした気持ちでランチを迎え、お友達と気持ちを共有する。そんな時間が当たり前な食育を私は目指します。お友達と離れて食べることが当たり前な時間ではなく、時にはアレルギーのお友達とみんなが同じものを食べ、共有することで思いやりにつながり、互いの愛情につながる。それも大切な食育であり、未来を作る子どもたちに送るべきひとときだと思います。今回の一皿の最大のポイントは、卵、乳製品、小麦を使用せず有機栽培の食材にこだわったこと。そんな一皿を未来へつなげるのが私の一皿です。